7月7日。ああ、今日は七夕か。小学生の時以来だな。だから小学生の時に思いつかなかったようなとんでもない夢書いちゃおうかな。よーし、できた。ジェシーとやりたいよ、ブライアン。あとはこいつをはっつけるだけ。楽しみだ、叶うといいな、なんつって。おお、ブライアン。久しぶりだな、お前。お前も七夕来てたのかよ。おお、久しぶりじゃん。この状況まずい。今俺の片腕には犯罪予告と言われても異論できないレベルの半端じゃない文字が書いてある。やっぱ二十歳になっても願いって叶えたいもんな。まあね、やっぱ大人になっても夢って追っかけたいじゃん。バレたら夢じゃなくてポリスマンに追っかけ回されんだけど。お前何願ったんだよ、見せろよ。いやいや、いいよいいよ、俺のはいいって。本当に何笑ってんだこの野郎。お願い変更です、そいつを地獄に送ってください。いやでもこんなところで小学校の同級生に会えるとはな。すげえ嬉しいよ。今みんなには僕がヘラヘラ笑っているように見えるだろうが、俺は今平然を装っている。早くここから逃げ出したい。頭はそれでいっぱいだった。小学校の時に先生から休めという姿勢を教えてもらった。それが今何よりも役に立っている。そう、俺は今紙に託した男のドリームを背負っているのだから。じゃあちょっと俺先に飾り行ってくるね。悪い。お前いい年して転ぶなよ、願い事怒ってんぞ。人妻がいい、童貞よ。いや普通願いって何々が叶いますようにとかそういう風に言うよね。人妻がいいってこれ風俗に送る内容のメールだよね。これもらう織姫たまったもんじゃねえんだけど。いや性癖も人それぞれあるし、俺もこれ見なかったことにするからさ、とりあえず帰ろうぜ。ありがとう、ありがとう。 JC とやりたいよ、ブライアン。犯罪予告の方持ってかれた。なあ冗談だろ。俺ら友達だろ。なあやめろよ。もしもし、神奈川県警さんですか。俺の負けだよ。